小林歩、渡辺、縄の対戦となった準決勝第2試合は、縄と渡辺がダブルスタートの好調な滑り出し。ゲームは第3フレームへ。本シリーズでは第1戦で優勝、その後3戦続けて準決勝で敗退。さあそこの壁を破れるかどうか。来た、素晴らしい。さあそして笑顔も出ましたね。まあ1回戦少しね、縄も苦しみながらも勝ち上がった。そしてこの準決勝ではターキーというところですね、はい、さあ小林歩美、小林歩美は基本カウントでした。さあダブルで来ている渡辺千秋、第3フレームの1投目です。226でワイルドカード2位でこの準決勝第2試合に駒を進めています。あー詰めてきたがストライク、ターキー縄にしっかりとこう食らいついていきます。しっかりと回していきました。さあただ3連続でストライクが来ています。縄木、ここはもう掴んだぞというような表情を見せています。もしかしたらというところも見え隠れしてきましたね、はい、300点という夢の、はいはい、ゲームですね。リーグでは出てませんからね、はい、そんな中小林、ストライクできた、まあ、準決勝第1試合では吉見がね立ち上がってますから、また97戦以来の決勝姉妹対決というのも楽しみではあります。ただこの渡辺も3連続負けていません。第4フレームの1投目、来い、来た、4連続、いやいやいや、この縄にぴったりと食らいついています。並走する縄と渡辺、この後どうなる。